本日は離山ロープウェイをご利用いただき誠にありがとうございます。これよりロープウェイは標高290メートルの離山頂上まで皆様をご案内いたします。空中を行くたびわずかな時間ではございますが、周りに広がる景観をしばらくお楽しみください。このロープウェイは総延長787メートル、地中は8基、最大勾配30度13分、直径48ミリメートルのワイヤーロープを使っております。皆様の乗っていらっしゃるこのゴンドラは、総アルミ合金製でございます。この中には、非常用のために超短波無線電話を積んでいます。使用方法につきましては、無線電話横に記載してございます。さて、登っております山、眉の山と書きまして眉山と呼ばれております。万葉の歌人船の大君が遥かに遠く阿波の山を眺め、眉の横くぼりに見ゆる阿波の山、かけて漕ぐ船泊まり知らずのと読んだところから眉山と名付けられたと伝えられております。春は桜、霧島ツツジなどの花々が咲き誇り、夏は鮮やかな緑、秋は紅葉と四季それぞれの色合いに美しく装います。天平日とならずとも徳島の人々すべてに愛され親しまれている徳島の象徴とも言うべき山でございます。これから参ります山頂駅屋上展望台からの眺望をご案内させていただきます。眼下前方に左から右にかけて流れておりますのは四国三郎と呼ばれる吉野川でございます。吉野川が流れ込む右手方向の海は紀伊水道です。眺望の良い日は紀伊半島の山々までも望まれます。その海の左遥かに見えますのが淡路島です。現在は渦潮で名高い鳴門海峡をひとまたにして全長1629メートルの大鳴門橋が架けられ、この徳島から陸続きとなっております。山頂の方に目を転じていただきますと、山頂広場横にあります白亜の塔はパコラでございます。旧ビルマのランブーンにあるシュベタゴンパコラを模して昭和33年に設立されたもので、ぶっしゃりと第二次世界大戦の戦没兵士の御霊をお祭りしてございます。旧ビルマ、タイ、ラオス、カンボジアなどの民族参考資料も展示しております。また徳島とはゆかりの深いポルトガル人モラエスの王子を偲んだモラエス館があり、モラエスが住んでいた家の居間兼書斎を再現し、遺品、著書などを展示しています。まもなく山頂駅に到着いたします。お降りの際はお忘れ物などございませんようご注意くださいませ。